例えるならば、ポケモン GO がですね、配信された時に、スマートフォンを持って探検して、あそこにスポットがあるみたいな感じの、童心に帰るワクワク感、ドキドキ感を数年ぶりに体感しました。やってよかったなと思いました。後悔は一切ありません。すいませんでした、皆さん。3、2、1、3。本番いきます。2、よーい。はい。カメラ OK。音 OK。役者 OK。よーい、スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。鬼滅の刃一番くじ黎明に黎明に刃を持て。この動画ではですね、この1個前に出した動画、これを見ていただければなおですね、この動画楽しめるかと思います。で早速中身開けていきたいなと思います。希望のフィギュアゲットならず。今回ローソンで販売しておりました。ほとんどのお店がですね、1人最高で5回までです。しかし今回監督はですね、1人でですね5回をやってしまいますとくじが引きたい人もいるので、今回はですね全集中1店舗につき1回、それをですね10店舗回ってきました。で約20店舗ぐらい回りまして、1店舗だけ品切れ中でした。8、9ぐらいはですね一番くじ置いておりませんでした。ほとんどのお店がですねフィギュアありました。で今回ですね、まあ残念な結果となりましたが、まあこれも人生の経験ですね。ありがとうございました。はい、というわけでですね、早速商品、特にクローンとパッケージを紹介していきたいと思います。はい、ハンドタオルなんですけども、監督4つ当たりました。で4つ自分で絵柄を選んできました。まずですね、一番欲しかったのがこちら、開けちゃいます。 30×30 で想像していたより大きくて、まずこちら789柱9名、これはまず一番欲しかったなと思ってた絵柄でしたので、と監督の推しはですね無一郎くん、こちら二つ目に選んだのが、やっぱ煉獄兄貴だよね。選びました。続いてまたまた煉獄兄貴。はい、そして推し。はい、伊之助。伊之助のハンドタオルをゲットしてきました。サイズはですね、思ったより大きかったので、何人使おうかな。うん、まあ、カバンに1個入れといてもいいかなと思いました。まあ、4つ折りにしたら、これくらいのサイズになります。あと、生地の感じ。こう思ったより厚手です。はい、4つ、ありがとうございました。でん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 。はい、4つ。こちらですね、クローズドパッケージとなっておりまして、中何が出るか全くもってわからない仕様となっております。全11種類となっております。監督の推しはですね、まず、伊之助。伊之助は2パターンありますね。上の伊之助と、下の伊之助。カナヲ大使の右下の長男。まあ、それと煉獄兄貴。演武は避けたいです。1個目。こんな感じに入っております。いきます。3、2、1、はい、赤座きたー。クリアボトルなので綺麗な感じにプリントアウトされております。ありがとうございます。やばいぞ、鬼来たら次エンム来るんじゃねこれ。もうエンムはなんか好きな要素が正直ないです。大体ですね、鬼滅の刃って鬼にも過去のエピソードとか人間的な感じ、まあ赤さも結構あるんですよ。なので完全に嫌いではないんですけども、エンムに関してはほとんど確かスポットが当たってなくてですね、本当に気持ち悪いんですよね。はい、なのでエンムだけは避けたい。いや、押し来い。よし、行くぞ。はい、では行きます。はい、お願いします。では、次誰出てくる？伊之助来い。いざ、3、2、1、はい！おい、善逸。赤歴一戦、ビャーン！ビャーン！ビャーン！はい、ありがとうございます。よし、そろそろ、押し来い。はい、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 はい。押し来い。3戦目。ま、とりあえず、かぶらないでほしいね。行くよ。はい、3、2、1、はい！おわし！いいよ、最推し、かっこいい。伊之助ゲートできました。大満足です。もう一個の伊之助も欲しいっちゃ欲しいけども、とりあえず被るのはちょっと嫌だな。伊之助被るのであればまあいいけど、クリアボトルラストいきたいと思います。はい、ラスト、被るなよ、被るなよ、 M 来んなよ、 M 来んなよ。よし、頼むぞ。いきます、3、2、1、はい。おーい、被るのはちょっと嫌だな。赤座、二人目赤座。被るなよ。しかも赤座か。赤座二体目来ました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、かまぼこ隊の二人、伊之助嬉しいです。そして赤座、劇場版の上限の鬼、赤座二体いただきました。ありがとうございます。で、このクリアボトルに関してはですね、監督使い道をね、考えてきました。で、ローソンにも売ってます。こちら、ゾーン。はい、こちらですね、監督ラボの動画で、ゾーンについての詳しくレビューした動画、そしてゾーン飲み比べという動画を出しております。で最近このゾーンの飲み比べが結構ガンガン上がっておりまして、ぜひ見てください。簡単に言うとエナジードリンクです。まあこいつをですね、
この中に入れまして、まあ、冷蔵庫で冷やして編集するときに、これをねデスクにポンって置いて、そしてこれを飲むぞ、活用できるよ。というわけで今回2本買ってきました。でこちらのアルティメットプロプロパフォーマンスエネルギー、うん、カフェイン、これが普通のシンプルなゾーンの最新版かな。多分絵柄が変わってるかと思います。でこれが、最近出たと思われますゾーントランス、はい、これ何味なんだろう。はい、オレンジ、パイナップル、ココナッツのフレーバーが混ざり合うトロピカルフレーバーのエナジードリンクです。この夏にぴったりなゾーントランス、色付けに入れてきました。はい、こちら、はい、まあやっぱりこのパイナップルが強いというわけで、もう真っ赤っきですね。で全部入れると溢れちゃいまして、残りを全一に入れたんですけども、まあちょうど半分ぐらいだったらいい感じで8分目になるので、まあ1本使うんであればこれ2本入れて、まあ冷蔵庫に入れておいて冷やしてそのまま飲めばいいかと思います。ちょっと、はい、こちらのトランスレビューしていきたいと思います。初めて飲むんでちょっと全一で飲ませていただきます。ん、おトロピカル、あグビグビいける、甘いです、めっちゃ甘いです。でもココナッツのミルキーな甘さも入ってきますね。でまあこちらも監督も何回も飲んでるんで、デカビタ。ちなみにこちらに関してはこんな感じの色になります。これをですね冷蔵庫に入れておきまして、編集とかね頑張るときにこれを出してデスクに置いて鬼滅パワーをもらいながら編集頑張っていければなと思います。ありがとうございます。はい、ではですねラスト G 賞をですね、さあ2点ゲットしてきました。チョコノッコプクッとラバーマスコット、こちらなんとですね、23種類もいるんです。過去一多いのではないかと。監督の推しがですね、まず上の段伊之助、徳藤無一郎、金尾大志、きたマコモ、てかもうみんな好きだけども鬼舞辻無惨はやめてほしいね。最近ですね鬼滅の刃を見返しておりまして、サビといいなと改めて思いました。まあ、サビと顔映るシーンが本当ワンカットツーカットなんですよ。もうサビとマコトペアで集めたい。まあ煉獄兄貴もいるし、あと義勇さん見返したらね、義勇さんやっぱ好きだわ。義勇さん推しに入るかもしれない。正直このチョコノッコに関してはもっと出てほしかったなと思いました。まあ、ハンドタオルがちょっと多かったかなと思うね。逆にこの2個にですね全てかかっております。というわけでここで一気やります。全集中1の方押し引き、押し引きはですね1回の動画に1回だけですね押しを得ることができる方となっております。早速いきたいと思います。こちらですね、画面は2画面でいきたいなと思っております。監督この鬼滅の刃の一番くじをリアルに引いたのが今回初めてとなっております。欲しいな欲しいなとずっと思っておりました。今回ですね自分で引いたというわけで、ちなみにこのクローズドパッケージなんですけども、たくさんある中で店員さんがですねどれがいいですかって選ばせてもらいます。で今2つをですね開封したんですけども、とこっち、これ今押し引きのパワーが入っております。押しが来ると、いやもう来てほしいと言いたいと思います。3、2、1、はい、おー煉獄杏寿郎兄貴、兄貴は嬉しい。監督ですね煉獄さんを推しにしてない理由としましては、もうね推しっていう次元じゃなくて師匠もう兄貴と慕いたいというぐらい、もう人生を生きるビジョンをちょっと変えさせたぐらい、はい、劇場版見たら分かります。煉獄兄貴ちょっと上げさせていただきたいと思います。そこのこのプクッとラバースクラット、プクッと膨れてるのかな、これは初めてのタイプの商品となっております。裏がですねツルツルですね。で表面を見ると、おーおーおお、多分動画だとちょっと分かりづらいかと思うのですが、プニッぷにっと、あ、ぷくっと、ぷくっとします。ゴムなんで、立体感とかが出ておりますね。よー。ラスト、開けます。押してきてほしいです。今回のですね、一個前に挙げた、一つ新たな呼吸を覚えました。二の方。あれ？なんだっけ？二の方、二の方。二の方。無欲。この無欲というものはですね、もう欲を出さない。全身の精神を全て解き放ち、あとはもうお任せします。まあ、そうすることによって来る可能性がある。欲はありません。お願いします。無欲でやると誰が出てくるのでしょうか。行きましょう。二の方、無欲どうぞ。はい、しのぶさん、いいよ、嫌いじゃない、いやむしろ好き。しのぶ姉さん、しのぶ姉さんといっても確かしのぶさん二十歳ですからね、姉さんっていうのはちょっと違うんですけども、いやしのぶさんも最近ですね原作漫画を読みましたところ、すごいいいキャラクターなんですよ。継ぐ子としてカナオ大将を見ている。こんな感じでぷくっとラバーが膨らんでおります。はい、この紙ってこれ切れ込みなのかな、これ、あ、切れ込みな、これ切れ込みがちゃんと入ってるんだね。チョコノッコラバーストラップはですね、煉獄杏寿郎と胡蝶しのぶ、お二人が出ました。いや、いいよ、かなり好きな二人ですよ。ありがとうございます。はい、
まず一つ、すいませんでした皆さん。監督なんですけども、煉獄教授のバッグ持ってったんですけども、地下鉄の時はね閉まってて、現場に行ったらこれしょうと思ったんだけど迷いがあったね。しまいまして、いつも使ってるカバンの中に入れちゃいました。申し訳ない。もうむしろ多分そういう気持ちがね、フィギュアをね離れさせてしまったのではないのかと思います。いや目立つよ、絶対これ目立つよね。これどうどうどう、これ普通に背負ってたらみんな、あ煉獄さんだ、あの人煉獄さん被ってるみたいな、被ってないか背負ってるみたいな。はい、ということでですね、今回の動画は以上となります。雑談になります。初めて1番くじ実際に店舗で引いてきました。1店舗につき1回というですねルールのもとはやってきました。でね、約20店舗ぐらい行きまして、1店舗だけ完売しておりました。まあ、それ以外はですね結構残っておりました。はい、監督が言ったのはですね、札幌のすすきのと、あと大通り周辺ですね、スタート付きの店なぜしたのかと言いますと、ローソンがたくさんね散らばっているから、だからもういっぺんにオラ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 って感じでやりました。ただですね、意外とちっちゃい店舗に関しては一番くじを取り扱ってない、多分店舗自体が狭いからかもしれないんですけども、コーナー自体がもう買ってなかったです。それが多分6、7店舗ぐらいかな、中入ってみて、あないや、まあある店舗に関してはもう速攻で行きましたね。6時ちょっとに起きまして、だいたい向こうにその8時から好きの方面を回りまして、10時11時ぐらいに大通り周辺をザーッザーッとね回りまして、最終的にラストですね、大通りのですねところで撮りました。大満足ですね。まあ今回の商品に関しても決してねあって邪魔になるものではないので、クリアボトルもねもうすぐ今日から活用できますし、プクットに関してはです、鬼滅のグッズがとにかく欲しいのであるだけで嬉しいです。飾っておきたいなと思います。まあハンドタオルに関しては4枚あるんでね、今現在ですね鬼滅動画をたくさん出しておりますが、他にもですね家電ですとか、あと映画レビュー、まあ実際監督はですね自主映画をですね今現在もやっておりまして、18年ぐらい映画を撮っております。目が出てません。興味がある方、いや目が出てませんって興味がある方っていうのもなんか変なんですけども、全力で作ってるっていう点では誰にも負けない自信がありますので、もし興味がある方はですね下の概要欄に不思議箱屋というですね YouTube チャンネルを出しておりますので、もうぜひぜひぜひ見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。はい、というわけでですね、推しは出なかったのですが、大満足ですね。まあ確かにね、お金は結構使ってたんですけども、後悔は一切ありません。もしね、またやってほしいなと思う方はですね、もういいねを押してください。たくさんついたら、やるかもしれません。黎明に刃を。黎明に。オッケー。よし、このキャン、この、チョコ、チョコノッコプクッとラップ、ちなみにこのクローズドパッケージなんですけども、こういう感じですかね。チョコノッコ、はいはい、開封してきます。